マイルズ・タイス・マイコラスは、アメリカ合衆国フロリダ州、パームビーチ軍ジュピター出身のプロ野球選手。右トを右打ち。MLB のセントルイス・カージナルス所属。愛称は、リザード・キング。妻は、ローレン・マイコラス。その美貌が注目され、日本の芸能界に進出した。2009年の MLB ドラフト7巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、 6月25日に契約。契約後、参加の A-9、u g にエメラルズでプロデビュー。15試合に登板して1勝8敗、防御率5。2010年は A 級フォートウェイインティンキャップスでプレーし、60試合に登板して6勝3敗13セーブ、防御率2.20、78奪三振の成績を残した。 2011年はまず A 級レイクエルシノアストームでプレーし34試合に登板して3勝0敗十二セーブ防御率1.1342奪三振の成績を残した7月に A 級サンアントニオミッションズへ昇格28試合に登板して1勝0敗九セーブ防御率1.6727奪三振の成績を残した年は AQ サンアントニオで開幕を迎え、5月5日に、パドレスとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のマイアミマーリンズ戦で、メジャーデビュー。2点ビハインドの9回表から登板し、1回を投げ、1安打1失点1至急2脱三振だった。5月20日のロサンゼルスエンゼルス戦では、同点の延長12回から登板した。 2回を無安打無失点に抑え、13回裏にパドレスがサヨナラ勝ちしたため、メジャー初勝利を挙げた。6月5日にトリプル A 級通尊パドレスへ降格した。7月5日にメジャーへ再昇格したが、16日に再びトリプル A 級通尊へ降格した。8月5日に再昇格。この年メジャーでは25試合に登板して2勝1敗。 防御率3.62、23奪三振の成績を残した。2013年3月9日にパドレスと1年契約に合意。3月18日にトリプル A 級通村へ移動してそのまま開幕を迎え、6月23日に昇格したが、登板のないまま翌24日にトリプル A 級通村へ降格した。7月9日に再昇格し、 シーズン初登板となった11日のサンフランシスコジャイアンツ戦では1回を無安打無失点に抑えたが翌12日にトリプルツ級ソンへ降格した7月21日に再びメジャーへ昇格するも登板せずに23日にトリプルツ級ソンへ降格した7月30日に昇格し1試合に登板後8月1日に トリプル A 級ツーソンへ降格した。この年メジャーでは2試合の登板にとどまり、防御率0.00だった。オフの11月20日に、ディーフとなった。テキサスレンジャーズ時代2013年11月25日に、アレックス・ディッカーソンとのトレードで、ジャフ・デッカーと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍したが、12月30日に、クリス・マクギネスとのトレードで、テキサスレンジャーズへ移籍した。 2014年2月26日に、レンジャーズと1年契約に合意。3月17日に、a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ移動し、そのまま開幕を迎えた。開幕後は、a a a 級ラウンドロックで8試合に登板し、5月14日に、マット・ハリソンが、故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格したが、登板することなく18日に、a a a 級ラウンドロックへ降格した。 7月1日に、ジョーソン・ダースがデ d フとなったため再昇格し、先発投手に怪我が続出したチーム事情から、先発投手に転向した。昇格後は先発として10試合に登板し、2勝5敗、防御率6.24438奪三振の成績を残した。読売ジャイアンツ時代2014年オフに、読売ジャイアンツが、同僚のアーロン・ポレダと共に獲得に向けて、 調査していると報じられた。11月17日に両者揃って契約合意したと報じられ、20日に移籍するため両者揃ってウェイバーで放出された。11月25日にポレダと共に読売ジャイアンツと契約したことが発表された。背番号は39に決まった。2015年4月2日の中日ドラゴンズ戦で初登板。 初先発を果たすが6回に失点の投球も勝ち投手にはなれなかった。その後も勝ち星がつかない試合が続いたが、5月28日の埼玉西武ライオンズ戦で8回無失点の投球で来日初勝利を挙げると、6月4日のオリックスバファローズ戦では来日初関東初完封勝利を挙げた。8月18日の阪神タイガース戦では9回1。 失点の関東で10勝目を挙げた。来日1年目から2桁勝利を挙げた球団の外国人投手は1988年のビルガリックソン、1996年のバルビーのガルベスに次いで史上3人目となった。しかし8月23日に疲労のため一軍登録を抹消された。復帰戦となった9月9日の 阪神タイガース戦では7回3失点の投球も勝ち星はつかなかったが9月24日の広島東洋カープ戦では来日1年目の外国人投手としては史上初のシーズン10連勝を記録。また外国人投手のシーズン2桁連勝は1964年のジョースタンカ1988年の各大限に次いで史上3人目。 球団のシーズン2桁連勝は2002年の上原、工事以来となる史上12人目19度目となった。10月2日の横浜 DNA ベイスターズ戦でも勝ち星を挙げ、シーズン11連勝まで記録を更新。自身が樹立した来日1年目の外国人投手の連勝記録を11連勝まで更新した。長チームはリーグ4連覇を逃して2位でシーズンを終えた。 巨人ガニーでシーズンを終えたのは2001年以来14年ぶりだった。阪神との CS ファーストステージでは初戦に先発し、両チーム0更新で迎えた5回に、自らのタイムリー2塁打で先制点を挙げ、投げては6回まで無失点に抑えた。2から0とした7回に同点に追いつかれこの回、限りで降板した。7回に勝ち越せなかったため白星はつかなかったが、 延長10回に1四万塁から代打、高橋義信が指揮を選び巨人がサヨナラ勝ちした。その後チームは第2戦で敗れるが、第3戦に勝利して、ファイナルステージ進出を決めた。東京ヤクルトスワローズとのファイナルステージでは、第2戦に先発したが6回途中4失点で、敗戦投手となり4ヶ月ぶりに黒星を起死した。最終的にチームは2年連続で CS 敗退を、 喫した。オフには大リーグ復帰などが囁かれていたが新たに2年契約を結んだ。2016年は右肩痛の影響で開幕一軍を逃した。6月25日の DNA 戦でシーズン初、登板したがこの試合は5回4失点と苦しんだ。それでもリードはしていたがリリーフが逆転され初勝利はならなかった。その後は先発ローテーションに入り、 復帰当初こそ、調整不足な部分が目立ち打ち込まれる場面も多かった。ものの、最終的に14試合の当番で4勝2敗、防御率は2.45と、まずまずの成績を残した。DNA との CS ファーストステージでは初戦に、先発して5回まで、梶谷高行のソロ本塁打のみの1失点に抑えて、いたが、6回に、筒子義ともに、 逆転にラン本塁打を浴び6回3失点で敗戦投手となった。その後チームは第2戦で勝利するも第3戦で敗れて敗退した。2017年はこれまで開幕投手を務めていた菅野智之が WBC に出場した影響で自身初の開幕投手を務めた。開幕戦では7回99球を投げて4奪三振2失点の成績で、 勝利投手となった。巨人の外国人投手で開幕投手を務めたのは、1999年のバルビーノ・ガルベス、2009年のセスグライシンガー以来3人目で、勝利投手はガルベス以来2人目となる。この年は、年間投手で先発ローテーションに入り、自己最多の27試合に先発。14勝、防御率2.25、187奪三振。 22QS、ホイップ0.98の高成績を上げ、最多脱三振のタイトルを獲得した。2年契約満了となったオフには、複数の MLB 球団が興味を持っていると報道され、12月2日に自由契約となった。巨人の3年間では62試合登板し、31勝13敗、防御率2.18、378脱三振と、高成績を残した。 2017年12月5日に、セントルイスカージナルスと2年総額1550万ドルで契約を結んだ。日本でプレーしている間、またメジャーに戻って投げたいと思い、ずっと自分自身を磨いてきたよ。2017年シーズンは自分にとっても素晴らしい、シーズンだったから再びこの地でプレーする準備はできているよ、とコメントした。背番号は、巨人時代と同じ、39。 2018年4月2日のミルウォーキーブルワーズ戦に先発し5.2回4失点で復帰後初勝利を挙げ5回表には勝ち越しとなる2点本塁打を放ったその後も好調を維持し開幕6連勝を記録し前半戦で10勝3敗防御率2.79を記録したこの活躍から自身初となるオールスターゲームに選出されたが 双子の出産に立ち会うために出場を回避した。後半戦も勝ち星を重ね、32試合に登板し、ナショナルリーグトップとなる18勝4敗、同4位の防御率2.83、同トップの勝率、818、同6位となる200点2イニング、146、脱三振を記録し、マックス・シャーザー、ジョン・レスターと並んで最多勝ちのタイトルを復帰1年目から、 獲得した。また、サイヤング賞の投票では、リーグ6位を獲得した。2019年2月24日に3月28日の、ブルワーズとの開幕戦に開幕投手として登板することが発表された。その2日後の26日には2020年シーズンから4年、総額6800万ドルで契約を延長した。オプションとして、全球団トレード拒否権、 このシーズンの200イニング登板による最大200万ドルの出来高が含まれ、達成した際は4年総額7000万ドルとなった。しかし、シーズンでは32試合に登板するも、9勝14敗はリーグワーストを記録し、防御率4.16、184イニング、144奪三振と大きく成績を落とした。このシーズンは特に敵地で苦戦し、十七。 先発登板で4勝8敗、防御率5.40だった。チームは4年ぶりに地区優勝し、プレーオフでは2先発登板含む3試合の登板で1勝1敗、防御率1.50と尻上がりに調子を上げた。2020年は2月18日に前年オフに痛めた右腕のク筋に多血小板決勝の注射を受け、全治3から4週間と診断された。 開幕には間に合わず、開幕後もマイナーのスプリングトレーニングでのリハビリが必要と考えられていた。しかし、7月27日に MRI 検査を行ったところ、右腕が感知していないことが判明。翌28日には故障者リスト入りと、このシーズンの全球が発表され、右腕の手術が行われた。2021年はスプリングトレーニングから登板し、 復帰を予期するも3月10日に開幕に間に合わないことが球団から発表された。スリークウォーターから投げる最速97.8マイルパーアワー。平均時速145キロメートルの速球を中心に平均時速135キロメートルのスライダー。平均時速116キロメートルのカーブ。稀にスプリッターなども使用する。相性の リザードキングはサンディエゴパドレス参加時代の2011年に生きたトカゲの踊り食いに挑戦し完食したことに由来する。2017年3月20日に第一子となる長女が誕生し、2018年7月22日には双子の男児、女児が誕生した。健演家で巨人時代の2015年にはそのことをあみきチらしたことがある。ありがとうございます。